先行研究を調べる。新しく研究を始めるときは、最初に先行研究を調べましょう。先行研究を調べることで、テーマについて、すでに明らかになっていること、いないこと、そして現在の研究の動向を知ることができます。それによって、これから研究をどう進めていくかを考えるヒントを得ることができます。また、研究成果を報告するときに、その新規性や研究全体における意義を示すことができるのです。この動画では、文献データベースを使った先行研究の調べ方をご紹介します。文献情報の基本構成。データベースで文献を検索すると、様々な情報を知ることができます。例えば、タイトル、著者、収録誌、DOI は文献の入手に必要な情報です。要約や小録からは、その文献がどのような研究について書かれているのかを知ることができます。では、ドキュメントタイプや引用文献、非引用文献からは何を知ることができるでしょうか。実は、これらの情報が先行研究を調べるときに役立ちます。順を追って見ていきましょう。ドキュメントタイプ。研究サイクルを回す過程で、さまざまな学術情報が生成されます。こういった学術情報の種類のことをドキュメントタイプと呼びます。文献情報を見るときは、どの研究段階のどんな特徴を持つ文献なのかにも注目してみましょう。中でも、研究を始めるときにおすすめなのがレビュー論文です。レビュー論文とは、特定のテーマの先行研究を組織立てて整理・評価したものです。レビュー論文を読んで、研究分野の概観をつかみ、今後の動向を知るところから始めてみましょう。引用文献、非引用文献。レビュー論文で概観をつかんだら、次はその引用関係をたどってみましょう。引用関係をたどると、関係する文献が芋づる式に見つかり、研究の変遷を知ることができます。文献は引用、非引用関係でつながっています。論文 A の引用文献からは、そこに至るまでの先行研究の流れを知ることができます。逆に、論文 A が引用されている非引用文献からは、論文 A が与えた影響やその後の展開がわかります。非引用数の多い論文は、影響が大きい論文とも言えます。ただし、非引用数は論文の重要度を示す絶対的な指標ではありません。注意事項として、非引用文献を調べられるのは一部のデータベースに限られます。非引用文献がわかるデータベースの例として、Web of Science や Google Scholar などがあります。特に Web of Science は、この動画で説明したすべての文献情報を見ることができます。ぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。